はい、どうも、カズマルクスと申します。ということで、今回も、マリオカート8 DX やっていきましょうということで、今回のカスタムはこちらですね。じゃんではないんですが、今回は普通にね、たまには普通のカスタムでね、自分がやりたいカスタムでちょっと走っていこうという感じで、ロイパタちゃんをね、チョイスいたしました。よろしくお願いします。初手 BB ですね。さあ、アイテム初手重要だから。はい、大丈夫。はい、スタート。さあ、頑張っていきましょう。さあ、これ2位で取れるんで、そこでね、赤コーラ引いてくれた。これ緑、すぐ投げて、当たんねえか。当たれ。いやー、ここのアイテムが重要なんだよな。さあ、ここは、当たれ、反射。反射当たんねえか。なるほど。さあ、これは、投げて、これ投げるか。バナナ潰して、ここでね、ショートカット決めていきましょう。ここショートカット強いんでね。あー、もう、ダメだ。なんかさ、もう、ジュゲムの判定、本当に曖昧でよくわからねえな。さあ、でもね、ここの変態寿司でしっかり決めれば問題ないんで、危ないよ。さあさあ、ジャンプ。さあ、ここでしっかり。もう危ねえよ、マジで。さあ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 、ここでしっかりショートカットも決めて。オッケー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 。さあ、これちょっとブレーキしつつ、あー、ファイヤー持ってたのか。なるほど、なるほど。でも裏はね、相手取れたんで。なるほど、3位で溶け引いちゃうか。さあ、ダッシュボムしっかり踏んでいきましょう。さあ、新走法もね、しっかりね、決めていこう。オッケーオッケーオッケー。これなんか気持ちいいんだけどさ、難しいな、感覚は。オッケー。あ、これ1位いけそうじゃね。なんか1位いける疑惑。これでしっかりね、使って、赤コーラこれ使って、これも使って、いけるかな、これ。いやー、難しいかな、これ使って、オッケー、1位来た。よっしゃ、あ、危ない危ない危ない危ねえ。今、後ろから迫り来てたなぁ、緑コーラ。ということで、やったぜ、1位ありがとうございます。皆さん、今、パート98かな。もう少しでね、100いくんで、皆さんね、一緒にお祝いしましょう。さあ、やってこう。 200cc、ヨシサキットですね。今回はね、ロイパタちゃんで走ってるんですけども、前回はですね、何で走ったっけ？あ、そう、レミーさんかな。リクエストいただいたので、今回は普通で走っていこうという形で。はい、大丈夫。いやー、初手アイテムマジ怖いなー。赤コーラ絶対引かれそうで怖いんですが。まあ、これしっかりね、あ、緑コーラ引いた。よしよしよし。さあ、じゃあ、危ねえ、もう危ない危ない。さあ、ここでしっかり、防御つけて、これインで抜けるんじゃねえか。ここでしっかりね、UMT 走行すれば早いんで、ここで抜けるっしょ。よーし、受けよ。もうだから受けって、もうなんなんだよ、もう俺。いけ、これスナイパー当たるっしょ。当たんねえか。なるほど、なるほど。まあ大丈夫、まだ一周目なんで、緑コーラ、さあ、トゲ願って、赤コーラトゲ願ってね、しっかり頑張って走っていきましょう。さあ、これ赤消しできるからいいんじゃないですか、これ。オッケー。さあ、アイテム取って、ここって UM、あれかな、スーパーより MT の方が良さそうな気がする。あ、危ない危ない危ない。さあ、ちょっとラグいね。だいぶラグいんですけど、これちょっと後ろ投げて、前投げると反射で当たりそうなんで、ここで、おっしゃ、これ来た。これはね、ちょっとほじっときましょうか。いけ。よし。で、ここで、ちょっと危ねえ。これ、ラグいな、マジで。マジでラグい。オッケー、でも抜いた。くっそ、トゲ譲りか。これバックスナイプしたいな。いけ。あー、なるほど、当たんねえか。なるほど。でも大丈夫。いやー、後ろが来てるかな。落ち着け。実況がね、おかしくなってるんですけど。オッケー。あ、これちょっとミスったかな。あ、ミスった。アイテム取るのミスったな。まあまあ、これしっかりね、 MT 解放して、じゃあ、パクションオンはしないで MT、インついて、ここでしっかりね、処理して、バナー出た。さあ、受けよ、最後受け。よしよしよし、ナイスナイスナイス。浮かない時はね、大半なんで。なんか本当にね、浮かない時が多いんだよな。さあ、あとはしっかりね、ミスなく、MT スーパー貯めて、オッケー。さあ、1位ありがとうございました。やった、1位いただきました。ということで、対戦ありがとうございました。いやいやいや、なんかあれだな、今回のレースは1位と2位のなんか駆け引きみたいな感じだったという感じで、次ね、頑張っていきましょう。ナイスナイスナイス。いや、でもお任せ当たったのはナイスなんだけど、このコースちょっとやりたくねえな。今、あ、でもロイパターだったらね、どのコースも大体は走れるからね。まあ、平野はちょっとどうだろうな。ニスクが難しいな。多分浮いちゃいそうだな。ということで、頑張って、制御、頑張っていきましょう。よろしくお願いします。はい、大丈夫。はい、スタート。さあ、スタダはしっかり決めて、ここでスーパー解放していく。オッケーオッケーオッケー。さあ、これケツつけて、ここでしっかりね、スーパー貯めていく。さあ、ニスクは相変わらずうまいんだけど、さあ、ここでね、スーパー解放して、ちょっと制御し、制御。やばいやばい。早速ダート噛んでいくが、あー、グレックさん来てるね。さあ、ここでね、ユニティ貯めて、やばいやばい。荒ぶってる、荒ぶってる。さあ、ここでしっかりね、スーパー貯めて、あー、ここでちょっと差開いちゃったな。さあ、ここでコイン使って、アイテムしっかり取っていきましょう。オッケー。さあ、うわ、これ怖い。危ない危ない。さあさあさあ。
これでしくじってもこのねキノコ使ってここでちょっとね、アイテム取って、ああもう2つ取ろうと思ったら取れなかったな。さあさあ、あこれはあオッケー、これは来た。さあこれスーパー回復して、いやー前出れるのはいいんだけど溶け怖いな。さあコインはコイン6枚ぐらいが適度かな、個人的には。これ置いて引っかかんねえから、引っかかんねえか。スーパー解放して、これケツつけて、さあここでしっかりね、スーパー解放して、いやいい感じなんだけどな。さあここね、ここのねコントローラーがなかなか難しいんで、あとはしっかり頑張って走っていきましょう。オッケー、スーパー、さあ大丈夫大丈夫、あとはミニターボ、あとはスーパーかな。オッケー、さあスーパー解放して、あぶねー、オッケーオッケーオッケー、1位もらいました。対戦ありがとうございました。いいねいいね。バナナが前にある。うん。途中なんかと、なんだっけ、クラクション持ってやがった。グレックさん。危なかった。引かれそうで。なんとか大丈夫でしたね。ということで。さあ、やっていきたいと思います。コカ・コーラさん、合流ありがとうございます。なんか俺の名前ちょっと使ってくれてるね。ありがとうございます。はい、大丈夫。はい、スタート。この部屋もね、だいぶちょっと人増えてきたんで、このままね、走っていきたいと思います。さあ、ここはもう実力だからね、しっかりインついて、アイテム交換して、これインついて走っていきましょう。さあさあさあ。あとはね、これ、問題なく落ちずに走れるかな。はいはいはい。あー、テレスは取られちゃったけど、ここしっかりジャンプアクション決めて、たまになんか余計なところでジャンプアクション出るから、そこだけは気をつけて走っていこう。いやー、いいね。気持ちいいね。さあ、ここは、左だから、問題ない。さあここもね UMT しっかり溜めて、あーちょっと UMT 溜まってないかな。あ溜まってた、オッケー、ギリギリ溜まってたの。さあやばいぞこのさ、コインも10枚だから、あそこアップねー、華麗に避けたわ。危ない危ない危ない。さあここでしっかりスーパー溜めて、オッケー。さあこれちょっと後ろ投げて、やばいぞこのさ、さあラストしっかり1位取ってね、優秀の美を飾っていこうということで、さあ半周差ぐらいつけたいんですけど、あとこれトゲがな、大丈夫。さあさあ、ジャンプアクションは決まんなくても、しっかりね、ここで、UMT 溜めて、あこれ、無敵時間、でも、後ろ赤コーラ、引かれそうで、ちょっと心配なんですけど、大丈夫かな。あとは、スーパー溜めて、1位と、危ねえ、よかったよかったよかった。ありがとうございました。いやー、オッケーオッケーオッケー。今回なんかもう、1位独走ですね。いやー、嬉しいわ。ということで、今回はね、いつもと違う、リクエストでね、走らず、今回普通のカスタムやったんですけど、たまにロイパタいいね。ゴリパタとか使っていきたいね。という感じで、今回は皆さんご視聴ありがとうございました。よければ、チャンネル登録、高評価、あとフレンド申請、ぜひよろしくお願いします。ではでは。さあ、やっていきましょう。ということで、200cc ワリオスタジアムじゃねえ。ワリオ鉱山かな。はい、やっていこうと思います。というわけで。はい、大丈夫。はい、スタート。スタートし込めて、さっきね、回線落ちしちゃったんで、またね、合流いたしました。同じ部屋にね、合流いたしました。よろしくお願いします。いや、せっかくいた部屋だったのにさ、回線落ちしたから、また同じ部屋入るって。タネさん、それ投げて。もう、ほじんないで投げてくれ。さ、これについて、いや、ほじるね。ほじるタイプか。さ、ここはね、あ、落ちちゃうか落ちちゃうか。なるほど。さあ、ここで、二つ取れるかな、ここ二つ取れるか。しっかり二つ取って、ファイヤー投げまくって、これは、コカ・コーラさんに当たんねえか。なるほど。で、ここね、ショートカットして、これ投げて、当たるでしょ。あ、吹っ飛ぶね。だいぶ吹っ飛ぶな。さあさあ、ここは二つじゃなくて、しっかり一つ取って、あ、展開引いてるね。さあ、ここはちょっと膨らんで、三枚しっかり取りましょう。オッケーです。UMT 溜めて、うわ、近づいてる。危ないね。さあ、なんか当たった。なんか当てられたわ。よかったよかった。さあさあさあ。木野さん。いや、前どうだろうな。1位は多分グレックさんだよね、あのピックゴールドは。多分そうだよね。さあ、これ使って、うわ、なんで今の。大丈夫だよ。さあ、コインも10枚しっかり貯めて、オッケー、さあ、スーパー貯めて、あぶねえ、赤コーラ持ってんじゃん、あれ。無理ゲーじゃん、あれ。さあ、あ、これは、無理か、これ赤、うわぁ、3だけちゃうか。なるほど、なるほど。さあ、これは、俺抜けるかな、ワンチャン抜けるぞ、これ。さあ、ジャンプアクション、無理だった。てか、スターとか、あれ無理だわ。普通にきついな。さあさあ、これしっかり2つ取って、アイテムは何が効く？これ、あー、バナー持ってるか。なるほど、なるほど。さあ、じゃあ、使って、これいけんじゃねえ、ワンチャン1。ワンチャン1いける。もう、マジか。キノコ使って、これいけ。投げて、ワンチャンあるぞ。ワンチャン1ある。無理かな。無理か。ということで、最後ジャンプアクションしないで、フィニッシュ。いや、惜しかったな、ということで。いやー、今回皆さん、合流ありがとうございました。そしてね、同部屋の方々皆さんね、レースの方ありがとうございました。見てくれたみんなのね、みんなもね、いつもありがとうございます。よければチャンネル登録、高評価、フレンド申請、あとリクエスト、コメントよろしくお願いします。